あんまり意識しない方がいいのかなと僕は思いますけど、ね、プレーオフではない、もうそこら辺は意識しなくて もう勝手に意識刺さっちゃうんで、意識してたらなおさらプラスアルファでとんでもないことになっちゃうんで、無意識くらいでいて、まあ、勝手に意識刺さるくらいでいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、1年間本当に昇格のためだけにやってきましたから、まあ、僕らは本当にそのためだけに、残り2試合ですね、頑張って戦いたいとは思いますけど、ただ、まあ、さっきも言ったようにあまり意識しすぎて入れ込みすぎていいことはあまりないと思いますので、あくまで自分たちにできることっていうのはもう今年1年間積み上げてきたことをやる 100% 出し切ることだけだと思いますので、まあ、それを変わらずプレーオフでも、そういうような心持ちで、まあ、試合に臨めばきっと必ず結果はついてくると思いますので、ぜひスタジアムで後押しの方もサポーターの皆さんにもお願いしたいなと思います。一緒に J1 行きましょう。